ただきまして、マジックをやってみましょう。ではよろしいでしょうか。はい、こんにちは。今日はちょっとね、変わったものを使ってマジックやってみたいと思います。袋が2つありますけども、こちらに入っております。何が入ってるでしょうか。じゃーん、おせんべいです。あ、見たことないですか。これね、とっても珍しい金せんべいです。で、もう1枚、じゃーん、はい、これはね、一般的な醤油せんべいです。今日はこの金せんべいと醤油せんべいを使ったマジックをご覧いただきます。ちょっと袋の中見てください。何か入ってますか。何か入ってますね。大丈夫ですね。では、醤油せんべいと金せんべいを中に入れていきます。では、お客様、醤油と金、2つ入ってますけども、どっちか1つ選んでます。どっちがいいですか。醤油がいいんですか。わかりました。では、醤油せんべいを取り出します。醤油せんべいはこちらの空の袋、何も入ってますね。空の袋の中に入れてみます。ということは、こっちに何入ってます。金ですよね。これね、忘れちゃう方がいるので、シールを貼っています。こちらが、よいしょ、金、はい、持ってます。こちらが、よいしょ、醤油、ね、これで分かりやすいですね。では、これから世にも不思議なマジックご覧いただきましょう。こちらの醤油せんべいとこちらの金せんべいが入れ替わります。ペットの魔法の粉、パラ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 、なんと入れ替わります。あ、変わりました。ちょっと待っててくださいね。変わったということは、こっち醤油だったのに金になってますよ。なってます。ではもう一度、ポケットから魔法の粉、パラ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 、すると、なんとすごいです。今入れ替わったのに、またまたこちらが醤油せんべいに戻りました。いや、ちょっと冗談、冗談です。入れ替わったとこ見てないですよね。はい、ちゃんとやりますね。今こちらが醤油せんべい、こちらが金せんべい。ポケットから魔法の粉をパラ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 とかけると、こちらがなんと金せんべい、そちらがなんと醤油せんべいに変わってます。もちろん何も入ってないですよね。はい、おせんべいを使ったマジックでした。あ、ちなみにそれお土産です。どうぞ借りていただいてください。 Thank you.